はい、どうも、ラミンです。今日は、一回死んだらとかじゃなくて、ただ単純に、この M4A1 のカスタム解除と、ただ 動きの解説みたいなもんですね。クソ雑魚ヌーブ的な感じの意見ですけど、意見というか解説ですけど、よろしくお願いします。自分みたいなテイストにとっては、遠くに行くと、オブジェクトが見えないんですよ。オブジェクトが見えないんで、自分は常にスポットしながら動いております。で、なぜ、これをしたらポイントも結構もらえるんで、自分でキルしちゃダメなんですけど、味方にキルしてもらうと25ポイントもらえるんで、レベル上げとしては最適かなと思います。上に2人いるのか。こうやってスポットしてもらった敵は全部マップに表示されるので、うまうまですね。ただし、他のゲームみたいに、ちょっと死にましたね。他のゲームみたいにマップにその位置が表示されるわけじゃないんで、少し難しいところもあるんですけど、そこら辺は要所要所で確認していくのもあるだと思います。というか、確認した方がいいです。M4 がいいというわけじゃないんですけど、どんどん使っていこうと思ってます。正直 AK 使いたいですね。じゃあ使えようって話になるんですけど、こういった武器も使うのもありかなと 思ったんで。このクレーンサイトでは上を取ることが目的っちゃ目的ですね。上を取ると、登れない、このヒルを取るのに結構役立つんですよ。周りの敵を殺したりだとか、スポットをしたりとか。でも今この上に敵がいると思うから、いたね。取れましたね。でもこれ今アシストなのか。今は左の方に敵いましたよね。そういった敵をスポットしていく。できない。よし、終わりだ。逃げよう。ここにいたら本当カモなんですよ。動く幅が狭い上に落ちたら死ぬんでね。ちょっとこれどうしよう。柔軟な対応っていうのは必要ですね。死ぬ。柔軟な対応とはって感じですね。 負けるときは絶対負けます。今の名言っぽいですね。 そんなことないか。近くに敵がいるんで、いいなこれ。これかっこいいですね。おお。 すごいかっこいい。ノーマルもいいんですけど、こういう武器もなかなかいいですね。ちょっと倍率高すぎるかな。これで何キルできるかな。バストか。これじゃないな。なんだっけ、なんだっけ。 ファイアリングモード変えたいんだけど、なんだっけそれ。これ違うな。でもかっこいいな。もういいや、バーストで。 適当にいきますよ。多分ところどころカット入ってると思うんですけど、編集めんどくさくなってたらカット入ってません。もうそんな感じでいきます。いつも通り編集は右上にぴょこって出てくるやつだけなんですけど、音楽は流すかな流さないかなってレベルです。そのレベルです。で、マップの見方ですけど、見た通り視線を動かすたびに動きます。見たところで動きますよ。で、こういうオブジェクトとかほんと反映されないんで、そこら辺は仕方ないです。だからさっき言った通り、こういった今自分のいる場所を確認しながら、味方の位置を確認したり、敵の位置を確認したり、もしくはスポットしながら味方に位置を教えたり、今のクソイムでしたね。
ファントムフォースの立ち回りは結構難しいです。普段アバとかやってるんですけど、5年、今年で5年目のクソ雑魚ですよ。はい。ちょっと口悪いっすね。まあ、自分は今、デスペでやってるんで、かなりデスペなんで、まあ、快適とは言えないんですけど、なんだあいつ。快適なスペックではないんで、今、画質3で50、ちょっとですね。撮影には最悪の環境です。はい。本当パソコン変えたいんですけど、やっぱ、自分には経済力ってもんがないんで、しゃあないっすね。おや？あいつはなんだ？ちょこちょこふざけてるけど、あいつはなんだ？グレネードも結構重要です。建物の奥のクリアリングをしたりだとか、まあ、ヒルがあるであろうば、今当たりましたね。多分この、なんかの下にいた敵でしょう。こいつらですね。上にいっぱいいるのか。だいぶいるな。やっぱ M が、あまり良くないっすね。あ、死んだ。だいぶわちゃわちゃしてますね。ところで、全然キルできてない気するんだけど、気のせいかな、これは。なんだろうな、これは。アタッチメント全然解除してないんやけど。終わる気しねえな。まあ、めっちゃ威力いくんで、まあ、飛ばしてもいいですよ。はい。てか、今のファントムホースあんま好きじゃないんですよね。しかも最初解説とか言ってたのにめっちゃ雑談に入ってますからね。もう、終始ブレブレですよ。自分のチームこっちか。ダメだ、これは死ぬ。ここに近い、いたとはな。ちょっとサブの武器変えます。セカンダリーは普段 M1911 ガバメント使ってるんですけど、これほんと威力も安定してて強いです。どれ使おう。デザートイーグルでいいか。まあ、元いディーグルなんですけど。次死んだら一旦カットします。はい、カメラというか、ウェブカメラじゃねえや。なんだっけ。キャプチャーがちょっと、10分過ぎたら死んじゃうんで。お、やった。もう死んでいいかな。もう死にたい気する。なんだ死にたい気するって。あ、いるね。あいつはなんだ、なんだこいつは。あ、やったやったやった。ラグがすごい。一旦ちょっとカットします。はい、戻ってまいりました。 戻ってまいりましたというか、ただ一旦カメラ切ってすぐつけただけなんですけど、 M4 の光線キルじゃないな、あれは。ほんと光線キルとか考えながら、まあ大体ですけどね、ほんとやっていくのが一番キル取れるんじゃないかなって思います。でもグレネードの飛ばし方とかは、まあ、グレピン抜いて、ちょっとした後にジャンプですね。当たらねえのかな。お、なんか解除したけど、ランクアップしたのか。ランクアップとレーザー解除か。お、スカーヘビー持ってるぞ。もうちょっと前に買ったばっかなんですよね。ちょっと前って言ってももう、4ヶ月くらい前かな。だいぶやってた時に買ったと思います。スカーフィー実際強いですね。めちゃくちゃ強いです。見えない。よし。自分の上にいるみたいですね。死んだか。ダメだ、強いんだあれは。
がに無理か。ちょっと欲張ったな。やばい、めっちゃ武器変えたい。ハンドガンちょっとフルに使っていこうかな。これ出撃後にリロードすると一発増えるんですよ、知ってますか？クソ情報ですけどね、こういった情報も出していかないとダメですからね。あ、でちなみに結構前の動画でその SR の威力が上がったのかっていうのを言ったんですけど、上がってません。はい、検証したとかいうわけじゃないんですけど、ただ単純に落ちませんでした、一発で。自分が落ちた。まあ一撃率が落ちたっていうのは多分なんだろうな、なんだろうな多分そんな感じでしょうね。どういうことかっていう、どういうことなんだってなるけど、多分気のせいだったんでしょう。もうそろそろ試合終わりますね。あと3分ですけど、グレネードをピンポイントで投げるのは本当難しいんですよ。こんな風に跳ね返ったりして、本当最近はグレネードのキルが減って、さっき2キルしましたけどね、このドヤーって感じわかりますか？嬉しいんですよやっぱ素直にいかないと。いますね敵。あれ味方か、あ敵じゃね、いた。あいつはもうバックスタブ無理だ一応打ち切りしましたね。ちょっと待って、これ本当は悪気しないんだけど、いや違う、22キル武器変えようかなせっかくだしスカーヘビー使うか。せっかくと言ってもあれだけどな、結構前から使ってるけどな。サプレッサーはなしだな。よし、このなんか変な感じに行きましょう。あ、ダサめちゃくちゃダサい。お、現れてる。頭当てた。あれ敵じゃない、死んでる。このスカーヘビーはまあ遠距離重視の武器ですよね。ねじゃないか、遠距離武器の遠距離、うん、射程が結構長いんですよ。射程が長い上に一発の威力が強いんで、近距離でも使えますし、まあもちろん中距離でも活躍する、まあいわば神武器ですね。はい、でもその代わりめちゃくちゃ反動がでかいですなんだこのクソ解説みたいなのは。でかい上にサイクルがそこまで速くないんですよ。これ以上サイクル速くしたらもうバランスブレーカーなんですけど、手前に敵がいる。おや、クソイムだ。よし、ナイス。左側に敵ですね。おや、お、クワッドキル最高ですね。あー気持ちいいやっぱナイフキルいいですね、素晴らしいですよ。死体がいっぱいだ。ああそうか、 AK いいな、 AK いいなじゃねえ、持ってるんだ。 AK はもう最初から使える一番の強武器だと思ってます。昔はアバーでも強かったのにな。もうアバーの話やめようかな自分 FPS あんま得意じゃないんですよね。まあ得意じゃないというか、それ以外何もできないんで。はい、お、終わった。結構時間取っちゃったな、長く言うて10分くらいかな。